どうも、VR ゲーム大好き、ザッタボーズと申します。さて、今回はですね、本日11月4日配信となりました、マーベルアイアンマン VR、こちらをですね、プレイしていきたいと思います。本作はですね、もともとはプレイステーション VR の専用タイトルとして発売されてたんですけど、今回ね、スタンドアロン版、クエスト2版がね、配信となりました。対応機種としてはですね、メタクエスト2、そしてメタクエストプロ専用のね、アクションゲームとなっております。いや、このゲームですね、結論。いや、マジで、原作を、まあ、知ってる人はもちろんですけど、原作を知ってない方でも、本当にね、もう爽快感抜群の VR ゲームとなっておりますので、クエスト2ユーザーはですね、もう特に、もうこちらはね、買ってね、間違いない VR ゲームとなっておりますので、まあ、ぜひですね、購入する際ですね、本動画、検討材料としていただければ幸いでございます。このチャンネルでは様々な VR ゲームや VR ガジェットを紹介しているチャンネルとなっておりますので、VR に興味がある方はぜひですね、チャンネル登録していただけると、めちゃくちゃ励みになります。それではプレイの様子ご覧ください。どうぞ。はい、ということで、アイアンマン VR やっていきましょう。いや、待ちに待った VR ゲームということでね、めちゃくちゃかっこいいんだが、ということで早速ね、もうやっていきましょう。アイアンマン VR、新しいゲーム。はい、あ、ちゃんとね、難易度選択があるんですね。じゃあ、とりあえずね、まあ、ヒーロー、見習いでいきましょう。はい、イージーでいきましょう。じゃあ、ゲームを開始。お、はい、ということで、おー、すごい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 。プロローグが始まりました。おー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 。お、すごい、いきなりアイアンマンになってる。すげえ。手を前に出して開始する。はい、何、手を前に、はい、長押し、トリガー、グリップか、あ、トリガーボタンですね。トリガーボタンを長押ししてスラスターを出すと。よし、これね、マーク3のテストだ。おお、まずはスラスターの操作から。すげえ。手のひらは後ろへ。手のひら後ろ、あ、なるほどなるほど。すごい、これ安心の日本語音声、日本語字幕。おーおーおーおお、いいね、最高だ。やっぱこれやばい。本番といくか。うお、やべ、めちゃくちゃ楽しいこれ。あ、なるほど、手か、手のね、こうこうから、うわ、ちょっとこれめっちゃ興奮する。やばいやばいやばい。これを後ろに、あー、なるほどね。あ、難しい、ちょっと難しいね。手を後ろにこうこうやって傾けるのか。あ、ちゃんとね、手を、手がね、角度が、ま、前にこう画面に表示されてくれるんで、いいですね。あ、すごい、オキラススタジオ。おー、これは没入感。やば。やばいやばい。もう、この時点で、これはもう、か、うん。まあ、ちょっとね、3990円ということでね、ちょっと、普通のね、普通のっていうか、VR ゲームの中では結構高めの値段なんですけど、いや、これはね、全然もういい。もうこの時点で僕はもう、めちゃくちゃ満足。めちゃくちゃ早いっていうね。うわー、すげーな、これ。おーおーおー、ちょっと待って、ね、どうすんのどうすんのどうすんの。あ、あれをくぐれ的な。おーおー、照準システムを起動。はい。リパルサーの準備は、OK。リパルサーの。手のひらを前に。手のひらを前に、はい。あ、ボタン表示ね。ボタンで。命中。おお、これはなりきり最強だな。で、方向を変えるには自分の体の向きを変えるか、あ、スティックですね。スティックで変えると。ボタンか。おお、これは楽しい。プロローグの時点で楽しいって、なかなかすごいですね、これ。はいはいはい。片手で飛行しながら、片方の手で射撃することもできる。あー、なるほどなるほど。なるほどね。トニー、あ、ペッパー、僕何かまずいことした？そのスーツのことよ。あなた完全に中毒じゃないの。はいはいはい、寝るときは脱いでるだろ。今どこなの？窓の外を見て。あ、そこにいたの。アップグレードしたのね。ちょっと慣れは必要ですね、これ。慣れは必要。あ、ちょっとこの操作にコツというか慣れは必要ですけど。あ、あ、そうだ。うん、もう少し近づいてですか。これは楽しいな。よいしょ。はい、ということで、これはトニー・スタークのお家かな。おー、なんか、あ、こういうなんか自由に歩き回れるパートもあるんですね。だいぶペッパーを待たせてる。いや、これは作り込まれとんな。すげえ。おー、すごい。
わ、 VR の中でVR の中で AR グラスをやるっていうね、これおもろいな。これでよく見える。いいないいな。見つけたのね。テラスで待ってるわ。僕抜きでパーティーを始めないでくれ。その前に一つだけやることが。過去を片付ける。なんだなんだ。過去と決別をする。またすごいタスクだなこれ。はい、ということでアイアンマン VR、 いやこれは期待できるな。プロローグが終わりました。次から本格的になっていくのかな。おお、何何フライデー、操縦誰に習った。あ、ボスですが、ただ現在操縦が効きません。お、なんかいるぜいるぜ。おい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 、外にいるぞいるぞ。あれを見て、うちの製品よ。おお、やべ、悪用されてるぞ、悪用されてるぞ。したはずだぞ。ドローンはハンドライトのシールドで保護されているようです。早く早くスーツ着て、早く早くスーツ着てよ。スターク、誰だ。お前の過去の亡霊だ。なんないないない、早く早くスーツ。あれ、あ、スーツ開かない。危ない、ハックされてる。来るぞ。おお、ちょちょちょ、ブハー、死んでもらおう。トニー、やばいやばいやばい、ちょっと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 、おお、ライデン、大事な荷物が吹っ飛んでったぞ。やばいやばいやばい、賠償請求を。ベルトを外してくれ。ペッパー、早く早く、分かってる、無事に戻ってきてくれればいい。ちょっと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 、これこの状況どうなの。あ、うわー、これどうなるどうなる。おおおお、やばいやばいやばい、ちょ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 、どうなってんのどうなってんの、やばい。天地天地どうなってんの天地。ドローンがペッパーを狙ってる。やばい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 ぜやばいぜ、生身でスカイダイビングはきつい。スーツ右手、わー、やばい、到着します。早く早く、来た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 、かかってください。おっ、オッケーオッケーオッケー、左腕到着します。めちゃくちゃかっこいいぞこれ。チェストピース左方向です。チェストピース左方向。あ、来た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 。うん、下に敵のドローンです。うわ、痛い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 。頭どうなってる。やばいやばいやばい。あなたのようかと。時間がない。来ました。来た、頭頭来た頭。おお、システム問題。これで飛行機に間に合うな。きれい。お、やばい、なんかそれはどうかな。ペッパー、聞こえるか。ハックされてる。うお、すげえ。マジで雲の中飛んでるみたい、やば。うおー、すごい、やばい、今ね、めちゃくちゃ鳥肌立ってる。やばい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 、なにこれなにこれ。あ、第一章、ある日突然ここでチャプター1が始まるわけですね。機体に大きな穴が開いています。今そこから飛び出したところだ。他に情報は。すげーな、これスキャンします。スタンドアロンでできんのはすごいな、これスキャンスキャンスキャン。あ、こうする、どうすればいいの、どうすればいいの。エンジン火災です、大将。右エンジンでも爆発が発生しました。やばいやばい、わかった。エンジンにたどり着く。よし、早く早く。おお、進化システムオンライン。どうすんどうすんの、火を消す。おお、早く早く、火消して火消して。これで一つ片付いたな。 お見事です。すげえ、やばい、これは楽しい。機能していません。めちゃくちゃ楽しい。このままだと人口密集地域に。ボス、さらに敵が来ます。また悪い知らせか。やばいやばい、うわ、しつこい連中だな。ちょっと待って、どんな具合だ。パンチパンチ。市議会には嬉しい知らせだな。うわー、ちょっと待ってちょっと待って、敵多い敵多い。うわー、おー、待って、っ、助けないと、早く助けないと。パネルを開けると機種側の車輪にアクセスできます。ちょっと待ってちょっと待って待って、めちゃくちゃ破片が。今から降りる。機体の下で会おう。よいしょ、やばいやばい。
絶対危ないでしょあれ。早く早く救って、捕まれトニー。オッケー、よーし、ナイス救出。乗り継ぎ成功だな。ダイナミック乗り継ぎやな。いやすげえ体験。次は私もスーツ着る。俺も着たいわスーツ。はい、ということでじゃあミッションクリアということで、すごいちゃんとね倒した数とか、なるほど、スコアが出るんですね。お、やった。まあイージーなんであれですけど、スコア星5いただきました。いやこれはね本当におすすめ、めっちゃ面白い。はい、ということでいかがでしたでしょうか、マーベルアイアンマン VR。 いやこれはね久々にね本当に心の底からねプレイしてて楽しい作品でしたね。今回はプロローグと第1章の一部を動画にさせていただいたんですけども、ぜひですね、まあ、この続きに関しては皆さんのね目で直接確かめていただければなと思います。今後もですね、こういった新作の VR ゲームはどんどん動画化していきたいと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録高評価押していただけるとめちゃくちゃ励みになります。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ツイッターフォローお待ちしております。